チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。世界と戦った日本人の近現代史第9回艦砲射撃は男のロマン、パーマストンに世界が恐怖した時代と題してお送りいたします。倉山先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はやめてくれって話です。それより艦砲射撃は男のロマンってこれどういう意味ですか？いや、もうその通りじゃないですか。沈黙の艦隊みたいな。いやいや、沈黙の艦隊はどういった過去に核兵器を持たせるとああなるって話ですよね。いや、潜水艦でね、核武装してうようよとね、世界中の海を泳ぎ回って、はい、世界中の国に核放棄しろみたいなね、うん、核テロリズムによる核廃絶っていうね、まあ、ものすごいストーリーでしたけどね。まあ、あれは潜水艦なんでね、はい、しかも一隻だけなんで、はい、まあ、論外として、よく海軍マニアの人が艦隊決戦を男のロマンとか言うんですよ、うん。まあ、そんなことやったら世界史で東郷さんだけですから。うーん、ね、東郷平八郎さんですよ、うん、名前しか知らない。まあ、いずれね、このシリーズが続いていった時にはね、はい、やりますけれども、はいはい、ということで、海軍の本当の仕事っていうのは艦砲射撃なんです。はい、うん、という話をね、まあ、やっていきますけれども、はい、今回は1837年、なぜか番組ラストでなぜこの年をやったのかっていうことをやりますけれども、まあ、本日の主役のパーマストン先生、はい、ですね。まあ、イギリス、フランス、オーストリア、ロシア、ついでにプロイセンが5大国、はい、って話は散々したじゃないですか、はい。で、前回外交史の教科書でもう大ボス中の大ボスっていうタレーランをデビュー戦のパーマストンがやりたい放題やって引きずり回した話したじゃないですか、はい。そのタレーランとともに最強の大ボスと言われてきたのがメッテルニヒなんですよ、はい。そのメッテルニヒ相手にパーマストン先生が何やったかという話をするんですが、はい、でロシアの方はね、なんかちょっとネッセルローデさんっていう人がね、なんかすっごいちっちゃいのと、いや微妙に大きいのとで、すごい格差。国は大きいんですけど、はい、まあ、そのタレーラン・メッテルニヒってすごすぎる人なんですよ、はい。だからちょっと小さくしたんですけど、はい、まあ、そのね、二大巨頭よりもすごいパーマストンというバゲモノがやりたい放題やる話なんですよ、はい。ラスボス中のラスボス、もう番組冒頭なのに出まくりみたいね。そういう話なんですけれども、さて、前回のおさらいですけれども、1830年というところでですね、はい、いろんな民族運動が起きて、で大国から独立しようみたいな話とか起きたり、はい、あるいはフランスではもう大国なんだけど王党派同士の内下場で革命が起きたりするわけですよ、はい。でシャルル10世に対して革命を起こしてまた王政になるみたいなことあるんですけど、それ以外ではですね、まあ、ポーランドでもハンガリーでもイタリアでも民族運動が起きるんですけど、みんな大国に鎮圧されちゃいます、はい、うん。でドイツではまあザクセンなんか憲法を制定したけれど、まあそれくらいで、うん。で、まあ、やっぱり大国と小国が喧嘩してですね、まあ、勝てないんですよ。そうですよね。うん、で、まあ、20世紀に入ってからもハンガリーとかチェコがソ連に歯向かっても勝てないですか、はい、ね。それと同じようなもんなんですよ。で唯一成功したのがベルギーがオランダから独立したと、うん。まあ、オランダ大国じゃないですけど、ベルギーってもう国ですらなかったわけですよ、うん。じゃあなんで成功したかと、イギリスとフランスが支援したって話前回しましたね、はい、はい。前回のおさらい、独立したのベルギーだけだね、大国はやっぱり強いね、うん、っていうね。今でも日本から独立していこうっていう人が沖縄にいるじゃないですか、はい。単独でやれるわけないわけですよ、うん、ね、もうそういうね、沖縄の背後に誰がいるのかと、ね、日本とアメリカをね敵視してね、はい、どっかの国が出てこないですよね、うん、不思議ですね、不思議ですねっていうね。ということで、さて、本日でね、前回からもう主役みたいなもんですけれども、はい、まあ、世界を悪夢に陥れたパーマストン、どんなやつか。こんな人です。ね、結構いろいろ、このフリップ使いまくってるんですか。あ、パーマストン。パーマストン君。大好きですね。大先生。はい。結構若い頃の写真を、写真じゃない、肖像画を、はい、ピオちゃんが持ってきてくれました。はい。はい。もともとはバラ戦争の時に没落したイングランド貴族だったのが、うん、アイルランド貴族として復活してその3代目なんですよ。うーん、で子供の時ですね、5歳かね、
理解を見学してショーピットと握手してもらう。そんなに好きだったんですかね、まあ、大政治家ですからね、うん、でも、まあ、大ピットには間に合わなかったんですかね。いや、まあ、大ピット生まれた時に死んでますんで、はいはい、まあ、あのクリントンがケネディと握手してもらったのを喜んでるみたいなこと言って怒られるんですかね。はい、でケンブリッジ大学在学中は志願兵としてフランスと戦ってるんですね。うん、で政治家を志してですね、3度の落選を経てトーリー党から衆議院当選と、はい、ね、1回ぐらい落選したっていいんですよ、はい、ね、3回ぐらい落選してもいいのかなって、ね、自民党も民進党も2回落選したらね、候補者差し替えになっちゃうんですよね。うん、頑張れ田沼隆史、いやとりあえず応援してみました。はい、まだ1回ですね、次受かるよみたいな、とりあえずエールを送っていました。この前番組出てもらったんですけど、はい、あのもう朝からあの駅前で立って挨拶して、でまあ政治活動やってるわけですよ、はい、うん、それだけじゃね、あの当然 野党の落選候補で、まあ、自民党この前入りましたけど、あの、まあ、お金ないじゃないですか、はい、なんか家庭教師のバイトやって食いつないでるとか言ってましたよ。そうですか、うん、ということでですね、頑張れよみたいな感じで頑張ってください、はい、これがいわゆるステマってやつですね。ステルスマーケティング、略してステマ、みんなで応援しましょう、はい、みたいなね、はい、このタイミングで出るとは田沼さんも思ってなかったでしょう。はい、はい、でですね、戦時大臣、閣外相っていうのは日本でいうと政務官とか副大臣みたいなものです、はい、でこれ結構長くやってるんですよね、うん、で、まあ、あの20年近くやってて、で時の総理ちょっと待って、その前のところちょっと止まってる気がするんですけど、しまった。すごい気になってた文章、ちゃんと突っ込んでくれましたね。いや、子供の教育悪いんで飛ばそうと思ったんですけど、はい、この人すごいですよ、はい、30年ぐらい不倫してて、あの結構はらませたりしてるんですよ。うーん、で、あの旦那が死んだらちゃんと結婚してるんです。で自分は結婚はされてなかったんですか、ね、かな。でそれで、うん、あの時に55歳と53歳ですか。あ、なんかロマンチックな感じもするな。不倫なんだか純情なんだかよく分かんない、ね、はい、ね、まあ、そういう人ですけど、ああそうだった。でそれでですね、20年近くやった戦時大臣をですね、あの時のウェリントン内閣が軟弱だっていうんですね、はい、抗議して辞任して世論で一躍人気者っていうですね、はい、でもあの前シリーズで大ピットって人がまさにこんな感じでしたよね、はい、あそこまで毒舌じゃないです、うん、ね、大ピットっていうのは倉山充の500倍ぐらい毒舌ですから、うん、ファーマストンはね毒舌ではないですよ、はい、あの結構もうすでにあの大国の風格があって、で、うん、で結構世渡り上手で、まあ、基本的に与党かキャスティングボート握ってる人なんで、はい、あのまあ、そんな毒舌言う必要ないんですよ、うん、基本的に恫喝、うん、脅すのが得意、うん、でもそれも十分すごいけど。ああそうですか。はい、で、まさにその1830年という大変な時にですね、外務大臣となって、はい、その後ほぼ35年間時々野党もあるんですけど、はい、あの外務大臣もしくは最後は現職総理大臣のまま死んじゃうんですけど、はい、としてあの大英帝国の外交を仕切る、うん、つまりヨーロッパのみならず世界を仕切ってる、はい、だってアジアの人ってこの人は仕切られてることを気づいてませんか。だって日本なんて鎖国で情報がなかなか入ってこないじゃないですか、はい、ということなんですね。貴族のエリートは戦ったり不倫したり大変だねっていうですね、まあそのどんな戦いかって一方的に脅すだけなんですけど、恫喝、そうそうそう、大英帝国が圧倒的なんで、まずあのね、どんなやり取りがさっきの登場人物たちの間で繰り広げられるか、はい、っていうとですね、あのイギリスが海のチャンピオンじゃないですか、はい、ヘゲモニーを握ってるからヘゲモンと言います、覇権国家、はい、それに対して、まあ、ナポレオンっていう人が負けて、あの取ってチャレンジャーの地位に次に来たのがロシアっていうね、うん、海のチャンピオンに陸のチャレンジャーが挑むっていうんで、まあ、世界の歴史は動いていくわけですよ、はい、まあ、今アメリカに中国が挑んでるのと一緒ですよね、はい、うん、でまあ、その英露の争いをカスピ海周辺に限定するとグレートゲームっていうんですけど、うん、もっと広く言うと、まあ、東方問題みたいなね、ヨーロッパから見たらあのトルコとかアジアは東なんで、はい、ということなんですけど、
で、まあ、1833年ですね、あのトルコの一部のエジプトがですね、まあ、反乱を起こして独立しようとするっていう問題があって、はい、で大国はどうしようかって揉めるんですよ、うん、でトルコがもうなりふり構わず自分で鎮圧できないんで、はい、あのロシアに応援を要請したらロシア艦隊がコンスタンチノープルにやってくるんですね、はいはい、コンスタンチノープル、なんか日本人にはイスタンブールの方が馴染みが深いですよね。そうですね、あの2人で打ち合わせ中本番前にね飛んでイスタンブール歌ってましたけども、ねはい、著作権ある一定年齢以上の人しかわからないかもしれないけど、ジャスラックがうるさいんで流しませんけど、はい、ジャスラックね置かないんですけど手続き大変なんですよ。なんだよ。でロシアっていう国は凍らない港が欲しい、はい、とにかく不凍港が欲しいって言いますよね、はい、でそれでパーマストンなんかは、まあ、オーストリアの、うんまあ、大外交官のメッテルニヒにアジアのことは分かるまいふんふんみたいな、はいまあ、そんな感じで対応しててでメッテルニヒのことをロシアの手先めみたいなこと言われてですよメッテルニヒはメッテルニヒでもうパーマストンがやりたい放題傲慢な態度なんで、はい、あいつは悪魔の子だ傲慢って言ってもタイでは当然外交辞令っていう言葉があるぐらい、うん、丁寧なんですよ、はい、で言ってる中身が傲慢な、うんうん、外交官っていうのは常に言葉を飾らなきゃいけません、はい、でそういうやりくりを、ま、全然パーマストンね自分が中心として大英帝国の国益全開で、ね、張り合うわけですよ、はい、だからメッテルニヒ悔しがる、うんっていうね、悔しがるしかないみたいなね、うん、いい加減しろパーマストンみたいなね感じで、まあ、タレーランに引き続きメッテルニヒ相手にも一歩も引かないどころか押しまくるという相手なんですね、うん、はい。ロシアの本能だね、振り回される方は大変だね。厳密には、パーマストン以外全世界が振り回されます、はい、イギリス国内のエスタブリッシュメントも振り回されるし、うん、ウィーン体制の他の4大国も振り回されるし、うん、その他は大勢なんで振り回されます。はい。さてど、小国で日本以外にもう一個アメリカって国紹介したじゃないですか。はい。アメリカって大国と思ってません？うん、今そうですよね。昔は違うんですよ、当たり前ですけど、はい、昔から大国だったのね、勘違いしてる人いっぱいいますが、はい、ね、カナダってイギリス領なんですよ、はい、とことアメリカの国境でイギリス人スパイが拘束されたんですね、うん、でアメリカの国内法に照らせば当然そんなものはスパイなんです、死刑なわけですよ、はい、うん、ね、でパーマストンはそれイギリス人、そいつイギリス人だから釈放しろって、まあ、つまり、うん、アメリカの法律なんか守らねえぞと圧力かけてきたんですね、うん、で緊張するじゃないですか、はい、でアメリカもアメリカでこういう時ってリメンバーなんとかってなるじゃないですか3回言ってんですよね、リメンバー、アラモ、リメンバー、メイン、もう一個はやめておきましょう、はい、そうですねムカつくんで。ところがパーマストン先生ヤクズ、うん、終了怖いなんかすいませんって、まあ、解放しました。正確にはなるほど、我が国には艦隊があまりいないので、陸軍をカナダに置いていないので、君たちは油断しているようだ、でもね本気になればニューヨークもボストンも灰にすることができるんだよ。実際ワシントン DC 英米戦争で灰にしてますしね、うん、でインドから2週間で遅れるんですよ、うん、カナダ経由で、うん、だから本気になって戦ったらもう何されるか分かんないっていうね、はい、まあアメリカっていうのは基本的にバカヘタレなんですけど、いざという時はやる時はやる国なんですよ。もうやる時はやるっていうのは自分より強い相手とは戦わない、はい、その判断がすごいですよ、うん、一人でも国民を守るってことだね、それに引き換えどっかの島国ヒューちょっとあんまり言うと悲しくなるんで言わないようにしましょう、はい、さてその頃日本は1837年っていうのは大塩平八郎がね乱を起こしたっていうね、この人すごいんですよ、はい、家に2万冊本持ってたのかな、すげー、で基金で民が苦しんでる時に奉行所が何もしないっていうんで全部売っ払って、はい、それでお金に換えて米を振る舞ったっていう、なんと素晴らしい人徳者な、そうそうそう、それでも幕府が大御所時代で、はい、もうダメ官僚みたいなのばっかりなんで怒って乱を起こしたと、はい、ね、大阪の町は火の海になったんだけど、うん、まあ、大阪の人は恨まなかったっていうね、うん、まあ、そういう話があるんですけどね、はい、スパイがいるとうまくいかないね、
飢饉は怖いね。ねえ、怖いですね。怖いですね。っていう感じでですね、あの大英帝国はもう迫ってくるんですよ。はい。ね、アメリカなんてヤクゾの一言で終了ですからね。うん、はい。日本なんてね、まあ当時のアメリカ、小国アメリカよりもさらに小さい国ですから、さあどうなるか。はい。次回、日本よ、次はお前の番だ。アヘン戦争の衝撃。をお送りいたします。次回もよろしく。